新年を前に東伊豆町の熱川バナナワニ園では毎年恒例のワニ池の大掃除が行われました。うっとりとした表情を浮かべるのは体長およそ3メートル重さ200キロもあるミシシッピーワニです。世界のワニ16種類140頭を飼育するこちらの施設ではワニ池の大掃除が1971年の開園以来年末の恒例行事となっています。スタッフ総出で1年間池にたまった苔や泥を念入りに洗い流した後ワニの背中をデッキブラシでこすりながら傷がないか皮膚病にかかっていないかなど健康チェックもしました。最初はじっとしていたワニでしたが突然動き出しハラハラする場面もありました。いや危ないねいつでもね怖さありますよね。飼育員さんがすごい勇気あるなと思って見てるんですよ。慣れてはるというか怖い、私は怖い。熱川バナナワニ園は新年を迎える準備を整え、年末年始は休まず営業するということです。